バラムツは、スズキモクサバアモク、クロタチカマスカのバラムツ族ルーベイタスに属する魚。数百メートルの振動に生息する深海魚であるが、夜間には浅場に浮上することが多いため、刺し網や生え縄などにかかることが多い。大型であり、生魚は全長2メートル以上になることもある。顔立ちはいかつく、ムツのように目と歯が大きいが、スズキ目の深海魚という共通点以外には、 むつとは禁煙ではない。口には鋭くて、細かい歯が多く並んでいる。和名の由来は、体を覆う、バラのトゲのようなトゲ状の硬い鱗から取られており、素手で触れると立傷を負ってしまうほどである。深海魚にしばしば見られる形質であるが、体内の油脂成分のほとんどが人体で消化されない、ワックスエステルでできている。そのため、大量に摂取すると川汁症を起こしたり、 消化吸収されなかった油脂が、肛門からそのまま漏れ出したりし、下痢や腹痛を起こす場合がある。多量に接触した場合は、昏睡状態に陥る重篤な症例も報告されている。油脂が肛門から出るとき、便意などは一切生じず、そのまま垂れ流す状態になるという。このため、大東諸島では、同じクロタチカマスカの魚であるアブラソコムツと区別せずに、 インガンダルマ垂れる、または犬が垂れるという意味、胃が垂れるは誤りで、前触れもなくいきなり尻から垂れる、またはダルマ垂れるという意味という別名で呼ばれる。釣り針にかかると引きが強く、30から4 0ラムにも育つ個体がいて、体が大きいので、スポーツフィッシングの対象にもなっている。しっかりとした歯たえや大トロのような濃厚な油分など、味はとても良いとされるため、 毒性はあるものの食用としている国もある。日本では1970年から食品衛生法第2章第6条第2号に該当する食品として厚生労働省から販売禁止指定されており流通しない。同じ仲間の魚に油底物があり、こちらも同法により販売禁止に指定されている。微味であるため自身で釣って食べるものもいるが、 二切れまでといった量の自主規制をすることが望ましい。台湾では流通に制約はなく、刺身として食すほか、卵巣を加工し、カラスミのようにして食べる油めこという料理で知られる。カラスミより大型で加工が難しいが、臭みや色味の悪さにつながる血が混じりにくいため、カラスミより高値で取引されている。韓国では白マグロとして食用にされていたが、 マグロと称して販売していたことに加えて、食中毒患者が続出したことなどが問題視され、食品医薬品安全所が2007年6月に流通禁止の行政予告を行ったものの、規制改革委員会が過度な規制として撤回を勧告した。2010年に改めて食用禁止とする告示改正を進める。動きがあったが、その後もマグロに偽装しての流通が続いている。 中国でも本酒を酒やタラに偽装して提供する業者があり、蒸気のように食べた人の肛門から大量の油が漏れたケースが報じられている。ありがとうございます。